テレビアニメ推しの子公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。吉祥寺より子役、伊藤静香です。一期の時は本当に出番少なかったんですけど、自分の作品をまあ言うたら大変怪我されるような状態で、それでも毎回ちゃんと見てるっていう、まあ自分の作品愛してるからこそちゃんと最後まで見届けたいっていう気持ちがあったのかなっていうのもありつつ、でももうみんな脱落していく中で一人な、辛いだろう、辛い作業だろうななんて思いながらも、それを真摯にこう全部受け止めていくより子はかっこいいなと思いましたし、まあ、その後とってもいい感じになって、それを支えてくれたのがかなちゃんだっていうのをちゃんと本人に、あんなにひどいことになってたのにちゃんと本人にお伝えできるっていう、その心の広さとか、すごい立派な人だなって思いました。まあ、もしかしたらその漫画を執筆中は相当やばい感じなのかもしれないですけど、でも大人の女性だなっていう感じがしましたね。いや、どう思うも何もダメでしょダメです。もうやっぱ今回私は漫画家の役で出てますけど、立場的には普段はその役者側なので、あんなことがやっぱりあってはいけないと思うし、その原作の人と今までも自分もお会いすることありましたけど、こんな気持ちを抱えていらしたんだなっていうのも分かったし、そのまあ逆の立場で自分が今後もっともっと役をちゃんと読み込んで自分のものにして演じるっていうのを、もっともっとちゃんとやっていかないといけないなって改めて感じさせられる、まあ、勉強になりました、ある意味で。私あのシーンもっとこうえなりの芝居だったんですよ。だからあそこまで超絶しようじゃなかったんですけど、テストでえなりで、あ、そうねぐらいでやってたら、いやもっと全然もうきつい塩でいいって言われて、あの形になったんですよ。なので思ってた以上に冷たく、はい、突き放す。まあでも当然だと思います。あれをやったならこれぐらいは受けてほしいと思いました。あのシーンも私はお酒飲んでちょっと時間経過があってのセリフがあったので、ここはほろ酔いって台本に書いてたんですけど、あのディレクターさんに、あ、伊藤さんここは酔わなくていいですって言われて、あ、ほろ酔いもってほろ酔いとかもなくて大丈夫です、でもちょっと楽しいぐらいの感じでって言われて、なんだって感じでしたけど、まあ真面目な話をするので酔ってても困るなということで、はい、ほろ酔わずにやらせていただきました。すごく複雑な気持ちで、それを今日アマの時からやってくれよっていう気持ちでした。やっぱり自分で見てても、まあ、それこそ原作読んでてもおーいってなりましたし、努力ができるんだったら、まあでもあれで今日アマのあのドラマで気づいてくれたっていうのは、今後のメルト君の、まあ、いい点でもあるんですけど、まあできたら自分の時にもそれだけのポテンシャルを持っているんだったら早めに出してほしかったなっていう。あとはやっぱりそのいろいろ揉めた東京ブレイドをずっとまあ見守っていたので、一つ解決した部分でもあるなと思って、それを見られた喜びとか安堵とかはあるのかなと思いました。でもやっぱり最初からやってくれよって思いました。すごい楽しかったです原作を読んでやっぱりやりたかったシーンでもあるし、早く来ないかなって思っていたシーンでもあって、でもあれだけこう言いたいことをガンガンぶつけ合ってやり合うって、本当にお互いに信頼と尊敬がないとできないと思うし、言ったら潰れちゃう
っていう相手じゃないって分かってるからこそ言えるし、言い返してくる言葉は辛辣だけど、なんだろう、ちょっと面白い対比だなと思って、アビコ先生は結構もう、なんて言うんだろう、もう本当打ち返せない球を打ってくる、うわーっつって胃の腑に打ってくる感じなんですけど、こうちゃんと打ち返せる球をゆり子先生は投げてる感じがして、なんかそれがそのお互いの、人格というかの違いもちょっと表してて面白いなっていうふうに思いました。でもあれはやってて本当かぶりかぶりでお互い一緒に撮ったんですけど、まあもちろんリハもいっぱいしてきてるし、でもすごい緊張感がありました。ちょっとでも噛んだら被ってるから撮り直しになっちゃうのもあるし、なのでそういう緊張感もありつつ、思ってる気持ちを、まあ、思いを込めてぶつけられるっていう、そういうなんか収録をしたのがすごく久しぶりだった気がして、収録自体もすごく楽しかったし、そのより子先生としてのアビコ先生に対するこう親のような気持ちとかも含めつつ演じるのは本当に楽しかったし、それになんか、いや、アビコ先生ってめっちゃ可愛くないですか彼女がすごい私のこと好きでいてくれてるんだなっていうのを分かりつつ、でも一回潰してやんないとっていうか、一回分かってもらう何かをきっかけを作らないとこの子が進めないっていうのを分かった上で、こう一回ケチョってやってやる優しさみたいのも感じたし、で全てが終わった後に、あの今日あまのドラマ嫌でしたよって泣きながら、私が今泣きそう言ってくれたアビコ先生が本当に可愛くって、なんかあのシーンをやれて本当に嬉しかったし、あ、よかったなってしみじみ思います。そうですね、今までの話も込みで、漫画書き終わった後のアビコ先生に言った歩み寄りなさいっていう、あのセリフがなんかこうちゃんと人との対話をしなさいっていうことを優しく教えてあげる、で自分もそうやってきたんだろうなっていうのも感じる一言で、特別な一言ではないかもしれないけど、あ、なんかちゃんと全てを含んで届けてくれた言葉なんだなっていうふうに思って、私はすごく好きです。私の心にも響きました。私もあのなんか歩み寄らない方なんで私もちゃんと歩み寄ろって思わせてもらったので、すごく好きなセリフです。出た、はい、なるほど。でで、もしも自分が漫画家になったらどんなジャンルの漫画を描いてみたい？読んでて好きなのがバトル漫画のバトルのシーンで、コマを見てると体の動きが分かるバトルすごい好きなんですよ。特に主にバトルのシーンを描きたいなって思います。なんか止まってる絵だけで、あ、こうやって動いて、こうやってここをキックして、あっちに飛んでって、ぐるっと回ってって全部分かるって本当すごいなと思って、自分にもできたらなんか誇れるなって思って、できたら書いてみたいなと思います、はい、これから本当にどんどん、謎を追いかけるアクア君、そしてもう本当これからどうなっていくのか、原作を読んだことない人も、原作を読んでる人も、映像化で楽しんでいただけると思いますので、ぜひぜひ見逃さずに、ずっと追い続けてほしいなと思いますし、改めて何度でも私とアビコ先生のシーンも見てね。吉祥寺より子役の伊藤静香でした。推しの子チャンネル。